それでは次は主寝室の方をご案内させていただきます。主寝室の方はこちらのキッチン、ダイニングとリビングの方を通り抜けてのこちらの方の部屋になります。こちらの方が主寝室となっておりまして 5.9 畳、約6畳の広さとなっております。主寝室の設計ポイントは何ですか？すぐ横の方が道路になりますので、このように目隠し壁を設置しております。なるほど、目隠し壁を設けても全然圧迫感がないですね。そうですね、こちらの方に目隠し壁と同じくらいの大きさの窓を設置して、さらに目隠し壁の下の方を少し開けてスペースを取ることで圧迫感が全く感じられない作りになっております。そうなんですね。こちらは何ですか？はい、こちらですね、こちらの方はウォークインクローゼットとなっております。 2.3 畳のスペースになっておりまして、ちゃんと物が収納できる確保を収納できるスペースを確保しております。お洋服以外にも収納することができていいですね。それでは主寝室の方を出まして、こちらの2つの扉の方が子供部屋となっております。で、子供部屋をご紹介していきます。その前にこちらからすごい光が入ってきていますね。はい、こちらの方がトップライトといいまして、天窓になっております。一箇所が標準で使用できるようになっておりますので、こちらのトップライトを取り入れていただくことによって、昼間は明かりがいらないほどこのようにお部屋全体が明るくなります。それでは子供部屋の方をご案内していきます。子供部屋になっております。今流行りの間仕切り戸がついておりまして、このようにお部屋を半分に間仕切ることができます。お子様が小さいうちはお部屋を間仕切らないで広く使えるようにしています。またお子様が家を出て行かれた後はまた洋室として使うことができて、とっても勝手がいいですね。はい、そうですね、間仕切り戸の戸の方も収納できるスペースがこちらの方になります。このようなスペースがあるので間仕切り戸を使わない時も便利ですね。コンパクトなのに収納スペースもたくさんあっていいですね。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介させていただいたのは平屋アジアンタイプの28坪でした。こちらモデルハウスはちょうど良い間取りをコンセプトにしており、家族全員がストレスフリーに暮らせる動線も考え込まれた作りとなっております。リビングに大きな窓を設けたり、主寝室の壁に間仕切り壁を採用したりなど、コンパクトですが一つ一つの空間を大きく感じられるように工夫を施しております。またどこにいても家族の雰囲気を感じ取れるように、空間を優しく柔らかく仕切る工夫が施されております。今回は動画の方でご案内しましたが、木材フローリングや漆喰の良さなどは実際にモデルハウスに来ていただけるとご体感していただけるかと思います。ぜひカジャモデルハウスに足を運んできてみてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見てもっと詳しい情報が知りたいなと思った方は、気軽にお問い合わせ、ご相談ください。また、他のモデルハウスの情報や写真は、ホームページやインスタグラムでご覧いただけます。これからどんどん他の動画もご紹介していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。私たちサイエンスホームは、皆様のご来場を心よりお待ちしております。お待ちしております。